千秋楽です。はい、いたします。わあ、ま、千秋楽です。よろしくお願いします。早まったことしてほしくないな。ジャンボイトですか。はい、まあ僕一重おいおい青年学期、早く食えよ。だよお前、こういうだけです。僕もベストを尽くします。え、あ、まあ、見どころはですね、今回まあ、とても出演者が多いんですが、まあ、それぞれの役にしっかりと見せ場があって、それぞれがちゃんと、最後を迎えることができるというのが見せ場かなと。一人一人を追いかけていっても、しっかりとそのストーリーの中での役割だったりとか、その人が最終的にどういう終わりを迎えるのかっていうのが、楽しんでいけると思います。はい、はい、僕の役は蘭丸という役ですね。はい、エスミ蘭丸という役名なんですが、まあ、ちょっと英語にできる役名なので、ぜひとも、英単語を探していただければと思います。まあね、インタビュー受けたみんないろいろいいこと言ってると思うんですけど、まあ、僕、まあ、素はこうなんですよ。それがどんな変身、まあね、もうランおそらくご覧になられてると思うんですけど、まあその変身ビフォーとアフターぜひ見ていただけたら。今ビフォー、今ビフォー、今ビフォー、ビフォーなのかアフターなのかどっちか。これがああなりますっていうところ。私もたまたま同じホテルに泊まっていてね。さあここは私たちに任せ。年齢制限がなければ若な、おお、ああいうちょっと空回り熱血感っていうのを、ね、やってて、空回り熱血、すごい楽しいと思う。今若菜って言ったことない。若菜って言ったか、若菜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 、若葉良役の本田和弘です。よっ、はい、ありがとうございます。よかず、はい、今回の作品の見どころを教えてください。見どころと、いやいや、個性豊かなキャラクターたちと、それを取り囲むダンサーさんとか、とてもエンターテインメント性の高い作品になってますので、そういうとこ見てくれていいなと。はい、ありがとうございます。はい、こういうの緊張するんだ。捜査がしたいのなら一課と手を組むはず。俺と手を組んだのはまだ俺が新人だから。稽古中の思い出と、塩津役のザンマさんと、稽古前なんですけど、ランドマークビルの展望台に行きました。デート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 行っちゃって、男2人で、しかも雨の中されて、69階から横浜を見てきました。しかしいい部屋ですね。地上67階窓からの眺めは最高だ。ランドマークでコーヒーと紅茶を飲みました。普通のデートの経営は3秒のタイムロス。すみません、交番勤務が長かったもので、その無駄な言い訳も、あとネクタイが緩い。時間、すいません。はい、あ、お名前をお願いします。四条由紀子です。なんかみんな、うん、あれですよね、なんか全体的なみたいなこと言う、うん、感じだよね。いいや、いいじゃない、自分のこと言えよ。自分のことすげえ言いたいみたいな。いっとけひなちゃんの見どころ的には、塩津さんへの思いをつつかれた時のこうひなちゃんの動揺だったり。ホープは一緒じゃねえみてえだぞ。そうですか。まあ私たち
なんかみんなによしよししてもらっちゃって、ね、ずるいじゃん。よしよししてもらって、ね、なんか翌日うわあーとかやりたい。今日今日ここやりたい。やりたい。あれもおやおや見どころや意気込み、ランというお話ですね。まあ、サスペンスではあるんですけれども、フーダニットってよく言いますけれども、誰がやったのかを、まあ、追求していくお話ではないと思うんですね。まあ、この人だなっていうところで、じゃあどういう理由があってとか、どういう仕組みでやっていたのかっていうところが、こう最後のエンディングに向けてすごい収束していくのがすごい気持ちのいい物語だと思うので、そこをぜひ見ていただきたいということと、あとはまあサスペンスとハードボイルドっていうのがメインテーマになっていると思うんですけれども、その待ってもう一回やってもいいですか。うん、大丈夫ですよ。お父さん、お待たせしました。お願いします。
ください。あれ、マヨシ、その可愛い T シャツどこで買ったの？とっても嬉しかったです。